青山勝一は日本の内務官僚、政治家、島田大井川農業水利事業所事務官、静岡県小笠郡菊川町長などを歴任した。1895年、静岡県上東郡六号村にて生まれた。上京して東京帝国大学に入学して農学を学び、1920年に卒業した。 当時の東京帝国大学は文化大学生から学部生に移行するはざい期であり、卒業する1年前の1919 19年には東京帝国大学の農科大学が農学部に改組されている。大学卒業後は内務省に入省する。内務省では地方古作官を経て、後に農地開発営団主事を務めるなど、主として農政分野に携わった。 太平洋戦争終結後は、農林省にて農林議官を務め、島田大井川農業水利事業所事務官などを歴任した。これらの経歴から農業振興に長く関わることとなり、熟練した農政家と評されるようになった。出身地である六号村が、小笠郡内の堀之内町、鴨村、横地村、内田村と合併することになり、1954年に、 菊川町が発足した。それに伴い町長に就任し、調整の舵取りに尽力した。翌年には、川城村の編入合併を成し遂げるなど、菊川町の基盤固めに取り組んだ。菊川町役場の庁舎には、青山をはじめとする歴代町長の肖像画が掲げられていた。小笠町との合併により、菊川市が発足すると、菊川町役場は、 菊川市役所として引き続き使用されることになった。しかし、小笠町の人は気分が良くないでしょうからとの理由で今まで掲げられていた歴代町長の肖像画はべて取り外された。ありがとうございます。